どうも中年のおっさんです。あ、はい、どうも こんばんは、パテボス協会でございます。というわけで本日は暗いかな、大丈夫かな、ピザです。で、こちらがカキフライとアジフライなんか買ってきました。ピザね、俺としくじったわ今日。じゃあこの間実家にさ、妹がさ、じゃあタバスコない言われてさ、タバスコ持ってきたのよ。返してもうてへんやんけ、最悪やわ。唐辛子にしようかもしれないし、タバスコいるでしょうが普通。しゃあない、唐辛子で我慢するわ。で、今日は本日のお供はこちらの、ピント、なんでピントね、この今このこっちのフライに合わせてんのかな。こちらです。違うよ、もういい加減して。ほんとピント、このカメラほんとバカだと思うわ。こちらでございます。ほんま前の ZV-1 の方がダント強かったの、カメラとか、ね、乾杯。本日ね、ワクチン2回目打ってきたんですけど、今のところ全然平気です。まあ調子乗ってるの今だけだと思うんで、調子に乗らさせてもらおうかなということで、ピザ食うて酒も飲んでます。明日どうなるか楽しみですね、へへへのへ。一応明日ね、お仕事休み来てるんでね、ピザいただきます。箸を使う、うん、シーフードピッツァですけど、なかなか美味しいございます。うん、うちなんてね、田舎なもんでピザなんか届けてもらえませんね。隣町まで来るんですけどね、うちの町までは来ません。うん、人口の少ない市ってそんなもんですよ。うん、暗くね、なんでこんな暗いの、ライトついてんのに。余計な昼飯食ってる時はめちゃくちゃ明るくしない、白飛びさせるくせにさ。明るくしてほしいときにしてくれない。うん、今日はもう5時にシャワー浴びてね、まあいろいろとしてて、動画の編集ね、ゲーム動画の編集とかしてて、ほらなんでピントはこのバカなんでしょうね。こちらね、あ、今日でも小上げて肩痛くなってきてんな。で、7時ぐらいから今10時かな、うん、ゲームしておりました。ちょっとタルタルでね、アジフライを食ってみたいなと思って、タルタルね今日してみてます。全部トースターで焼いてます。うん、うん、なんかそういう辛子の方が好きやな。ピザってさ、私東京行った時はね、たまに頼んでたんですよ、田舎もんなんで。ピザとドリンクとポテトとかね、都会もんぶって何ヶ月に1回ぐらいから食べてたんですよ。田舎もんになってから、まだ田舎もんにね戻ってからね、とんと食わない、もうスーパーのこういうピザしか、切ねえな。いつのこと、レンガでオーブンでも作ってピザ焼くか。
田舎の方はええやろういう気持ちでね。田舎やったらもうオーブン作って焼けんやぞと、都会ではできへんやろ言うてな。ピザ窯ね、今月末の月曜日にまたおっさん3人でキャンプすることが決まりましてね、まあ、デイキャンプですけど、その頃には今回の3名は全員俺も含めてワクチン2回目接種終わってますから、やっぱ案の定 GoTo やるっぽい雰囲気ですね。私はもう数ヶ月も前からそれを予想して言うとりましたけど、 GoTo やるつもりっていうのはね、11月に都道府県間の移動を緩和するとか言うてたから、ずいぶん前に。ワクチン差別でね、してね、ワクチン差別でこれやるでしょう。もうだからそこまで行くんだよ。めちゃくちゃ減った方になってるよね。減ってんのか知らんけどさ、今コロナさ急に下がった言うて、調べてないだけやと思うけど、まあ、ワクチン打ったし重症化とか症状出る人が減ってしまうだから、単純に見つかる人が少なくなったら、多分感染者数に対して変わってないと思うけど本当はね、まあ、ただ症状が軽くて人体というかその精神別状ないもんやったらまあいいんじゃないのってぐらいじゃない、しんどくないやったら。コロナもそういう時代に入りましたよ。もう感染者数はどうでもええという。生命に対する危機がちょっとでも下がればもういいでしょうという流れになってきてるんじゃないかなと、政府的にはね。シーフードピザって僕基本的に買わないんですよなんで買ってんって言うけど、ミックスピザとシーフードピザとあとなんかもう一個あってんけど、ハーフで売ってるのがミックスピザとシーフードピザしかなかったんですよ。でもだけどもうマロッコで一個買って一緒に全部味嫌やから、ハーフアンドハーフであるでしょピザでも、それを思って俺もう一個ミックスピザも買ってました明日こう思って。なので今日はシーフードピザから、どっちにしようか迷ってんけど、まあ、こっちもシーフードやシーフードでいこうかみたいな、それだけのこと、分かった。まあ、カキフライとアジフライはちょっとこの後ゲームも一段落ついたんで、今日はカイジ見てるんですよ。2週目2回目アニメ版ね、限定じゃんけんですけど、まだ2話見てね寝落ちしてたんですよこの間だもんで、今日はまだ2話ぐらいから見ようかなと思います。というわけで本日は晩酌にピッツァをいただきました。あとはもうまったりと、まあコロナのワクチンを打ったんで安静にしたいと思います。というわけでごちそうさまでした。皆様もコロナにはご用心を、そして週の中身お疲れ様でございました。